かっちゃんついにやられる。ちょっと待って、どっちだっけ。あら、これなんか嫌だ、ちょっと美容院、美容院、いや、だまし嫌、美容院遅刻させに、いや、だまし嫌、ちょっと何だまじってどういうこと、ちょっと弱い。これ見ての通り胸クソ案件ですよね。で、ヘズマリも怒っていて、この TikToker でこの学生なんだよね、おそらく。で、これってさ、警察とかね、刑法で裁けないから余計厄介だよね。なんか NPO とかもうどうしようもないよね、これってね。こいつらをなんか裁くことってできないよね、まあ、何人かやってるんだろうけど、まあ、こいつらをなんて特定して、まあ、一生なんかこの十字架を背負うようにするしかないよね。背負わせるしかと思いました。警察じゃどうしようもないよね。この、うん、犯罪はしてないからね。でもこうやってね、見つかってよかったです。まあ、こういうことがね、ない日本になってほしいですね。このめちゃくちゃいじめっ子気質だよね。以上です。